どうもハンサムクロージーです。今日はですねミスタードーナツ食べます。イエーイ。新しいドーナツがたくさん出てました。クリスマス定番のポンデリング3種類と新しくクリスマス限定出てたパリブレストの3種類があったので全部買ってきました。ポンデリング出現しました。これがストロベリー。サンタさんが貼り付いてますね。トッピングがすごい。これなんて言うんだっけ、なんとかチョコって言うんだよな、この細かいカラフルなやつ。それとホワイトチョコレートがピャーってかかってます。でこれはホワイトチョコです。普通のチョコレートがピャーってかかってる。僕あんまりホワイトチョコは得意じゃないんですけど、一応ね全部食べたいので買ってきました。あとこれが普通のチョコ。これが一番うまそうこれ普通のチョコがね一番うまいんだ、ポンデリング。でもう一個パリブレストですね。うわすごい、ナイフとフォーク入ってる。もうケーキですね。ケーキ感覚、ケーキ感覚です。よいしょ。ストロベリーのパリブレスト、かわいい。中にはストロベリークリームとホイップクリームと、なんだろうこれ、ドライブルーベリー、ドライブルーベリーが挟んであって、上にドライストロベリーが乗っかってるんですね。へえ、ドライだね。ミスターパリブレストアマンド、これはアーモンドホイップとホイップクリームをサンドして、スライスアーモンドがこう上にいっぱい乗ってますね。これはうまそうだな。このパリブレストやばいな、全部うまそう。ミスターパリブレストチョコブラウニー、これがね一番すごいですやっぱり。ホイップクリームとチョコクリームがサンドしちゃって、上にブラウニー乗ってるんですね。豪華すぎるだろこれ、ほんとケーキみたい。ただね今日ちょっとやっぱりもう多いんですよこれ多いですよね。ちょっとずつ味見してね、残りは家族で分けて食べたいと思います。じゃあねホワイトチョコ食べよう。いただきます。うん、僕ねホワイトチョコ苦手なんですけどね、得意になったのかな、普通に食えるなこれ。美味しいぞ、やっぱポンデリング美味しい。次ストロベリーいただきます。うん、甘い。ミスドのストロベリーチョコの味がしっかりしますね。変わらんな、ドーナツ20個食べた時と変わらん。さあお待ちかねチョコいただきます。はい、うまい。うん、美味しい。やっぱりミスドのポンデリングは違いますね。あのいろんなコンビニとかポンデリング的なね、こうもちもちした食感のドーナツ出してますけど、やっぱりミスドにはかなわないなと思いますね私。次はパリブレストをねちょっと食べてみたいと思います。ケーキ的な感じだから一応ナイフとフォークもいただきましたんで、これ使ってね先にこれいきましょう。アマンド、ミスターパリブレストアマンド、これ食べましょう。アマンドっていうぐらいですからね、相当甘そうですけどね違うか。あーこれ切れねえわ、これこれね難しいですよ。これシュガーコーティングでナッツを固めてるからね、切ろうとすると全部こうナッツが飛び散る感じ。あーこれはクリームが潰れちゃう。まあもうごめんなさい、ごめんなさい、全部潰れちゃう。ちょっと綺麗に切れなかったですけど、ちょっとケーキっぽい感じになりました。いただきます。甘っ、甘っ。このアーモンドホイップ、ピーナッツバターみたいな感じですよね。すげえうめえ、これ美味しいです。まさにケーキ。クリームも結構重めなんですけど、パリブレストの生地が軽いからもういくらでも食えるなって感じしますね。まあ要は二口でストロベリーいただきます。このドライストロベリー、ドライストロベリーとドライブルーベリーはねちょっと味わいたい。これは切りやすそうだよ。あーそうでもないよ。あーすごい、全部が割れちゃった。これナイフとフォークで食うべきなのかこれは。ちょっとねもうこれ手でいきます。すいません切った。うまい、美味しい。ドライブルーベリーって美味しいですね。生地が軽くてね、クリームがたっぷり入っててすごい美味しいです。はあ、幸せ、最高ですねこれ。最後これ多分一番うまいんじゃないかなっていうね、この上に乗ってるねブラウニーがいいんだよな。ミスターバリブレストチョコブラウニーいただきます。ブラウニーだけ先に食べたいもん。うまいブラウニーうまい。よし、いただきます。うまい、やっぱミスドのチョコうまい。どんどんこのチョコレートを使ったね美味しいドーナツいっぱい出してほしい。上に乗ってたブラウニーもまあそのまま食べちゃいましたけど、それも美味しかったですし、チョコクリームとホイップクリームのバランスも絶妙ですね。でこの生地がね、やっぱ生地がいいんですよね。素晴らしいですね、うまいわ。値段が200円だからねちょっと高いですけど、まあ、1個持って帰って食べるくらいだったらちょうどいいと思うんでね、いいんじゃないかな。はい、というわけでちょっと6種類ね一口ずつぐらいずついただきましたけど、どれが一番美味しかったかっていうのを、ね、発表したいと思います。第1位はブルーブルー
ミスターパリブレストチョコブラウニーです。おめでとうございます。これ一番美味しいですね。こんなに美味しいかってぐらい。でもやっぱりこの豪華なクリスマスの感じもいいですよね。可愛いですし、クリスマス仕様になるといろんな商品が楽しくなりますね。チョコブラウニーは9ハンソンです。2位はですね、ポンデリースチョコです。チョコが好きなんですね、僕ね。普通のポンデリングなんですけど、チョコ味の、まあ、美味しいっすね。やっぱ水飲むポンデリングが美味しいなっていうね、まざまざと見せつけるこのポンデリース素晴らしいですね。続きまして第3位はミスターパリブレストストロベリーです。あのね、この挟んでるドライブルーベリーで上に乗ってるね、ドライストロベリー、あ、美味しいなと思って。あのストロベリーホイップとホイップクリームとの相性も良かったですし、生地ともねマッチしててね、美味しかったですよ。はい、そんな感じでございました。よかったらね、皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。アゾクレジでした。バイバイ。